浅井さん、まずはグランプリの優勝おめでとうございました。ありがとうございます。そのグランプリを勝つ難しさであり重みであったり喜びであったり2回目ですけど、また新たに感じるものは。そうですね、やっぱり1回目の時はこの世界をね、教えてくれたっていうのはおかしいかもしれないけど、親父が競輪好きで、選手目指したし、そのために走り続けてきたんですけど、次の2回目の時は本当に皆様の支えがあって、それを感じながら走れた開催だったので、本当に泣いてしまったのはみんなの顔を見て、それこそお客さん の声援を受けてやっぱり泣けてしまいました、そういった支え、もちろんその中部での支えであったり、地元でいうと三重県なんですけども、1月に松阪記念が入り、四日市の全日本が2月にあるという、スケジュール的には、緩めるところは本当にないのかなと思います。そうですね、やっぱり選手である以上、気持ちを緩める場所はないと思ってるんで、本当に一年中自分は気を引き締めて、レースもしくは練習に取り組みたいと思ってるし、本当に選手である以上は、辞めるまでは気を引き締めて走りたいと思ってますね。確かに、常々そのどこの場であれ本当に責任というのは変わらないんだというところですけど、そんな中でやっぱこっちが気になるのはやっぱり三重の松阪記念だったり。そうですね、やっぱり、松阪記念過去何年かでやっぱりいい成績を残せてないんですよね、落車とか途中欠場とか、その腰痛がバッと、それがあったので、本当にこの一番車っていう車を背負って地元の松阪を走るっていうのは嬉しいし、やっぱりプレッシャーでもあるんですけど、やっぱり結果を残さないといけない場所だと思ってるんで、それに向けて、まずはしっかりトレーニングをやるところだと思ってますね。ではもう本当に松阪っていうところで結果を出して、四日市に全日本全部募り込んでほしいと思います。そうですね、グランプリ前も岩見さんと小西さんに、手伝ってもらって、バイク誘導を松阪でやって仕上げたので、そのバンクっていうところもあるんでね、グランプリを取れた結果を出せた松阪競輪場だと思ってるんで、しっかり走りたいと思います。期待してます。ありがとうございます。ありがとうございます。